どちらもほぼ全員が早稲田大学に進学します、何が直系と継続校は違うかっていうと、早稲田大学には上がれるんだけど、学部の振り割りがちゃんとバランスよく用意されてるかどうかっていうのを、政系と法はね、すっごく少ないらしい。内部推薦枠がちゃんと用意されてるにもかかわらず余るんですよ。2019年には東大に30人、慶応にも46人、もう生徒の約上位 10% しかもらえない。おはよう、始まりました、もてつチャンネルです。今回はですね、いや久しぶりに平先生やってまいりました。ブンブン、ハロー YouTube、 どうも、ひらきんです。ブンブンのクオリティが低いまま、はい、お久しぶりでございます、はい、2ヶ月ぶりぐらいかな、ね、ですよね、ほんとね。最近ちゃんとやってたんですか。もてつチャンネルさんのおかげでですね、はい、今年も早稲後、100人以上生徒が集まりましてですね、いやもう本当にもうおかげさまで感謝の気持ちに、後で1000円差し上げます。1000円差し上げますんで、はい、早稲田についてですね、まあ、いろいろ動画出してきたんですけど、やっぱりね、付属校とか、推薦入試とかそういうのどうなんじゃいみたいな人が ねなんかやっぱ一般入試じゃなきゃいけんねんっていうのがやっぱネット、ね、学歴中の連中がね、オタクのチャンネルそういうの多そうですもんね。そうですね、そういう風潮がやっぱりね、あるんですけども、ちょっとぶっちゃけどうなのかその辺の、はいはい、今日もちゃんとね持ってきましたよネタをね。まあ、以前もね、モルテチャンネルの方で、まあ、なんか早稲田に行きやすい高校はみたいなね、はいはいはい、お話をしたことがあったんですけど、まあ、その時にも結構コメント欄で付属校はどうなんだとか、内推とかもいろいろあるよねみたいな話とかあったんでね、結構皆さんも気になるところだと思いましたんで、ちょっと今回そのお話をしてみたいと思います、はい。早稲田の付属って、まあ、高校があるのはご存知ですよね、はい、まあ、高校どころか中学校とか小学校もあったりするんですけど、うん、まずは高校の話にちょっと絞って今日は話していきたいんですけど、はい、早稲田の高校は全部で7つあるんですよ。結構多いですよね、7つってね。ドラゴンボール見て本当ですよね、はい、夢を叶えるんですよ、みんなここに入ってきてね。ただいろいろ調べてみると、早稲田のね、付属校の組織図みたいなの見ると、うん、まるでね、緑団みたいな感じなんですよね。本当に緑団なんですけど、でも僕ほら、あの龍が如くが大好きだから、ちょっとワクワクしながら、みんな知ってるから。いやいや、龍が如く、森鉄チャンネル全員視聴者やってるから、龍が如く。もうね、本当にちょっといわゆるそっちの家業の人たちの組織図みたいな感じで、というのもなんでかっていうと、早稲田の高校には大きく2タイプあるんです。はい、直系の付属校と、はい、それからまあ継続校と呼ばれるものがあるんですよね。まあ、いわゆる二次団体みたいなもんですよね。で、この2タイプがあって、でこの2タイプでね、まあ結構いろいろと違うんですよね。だから今日はそういった話もね、詳しくやっていきたいと思います。なるほど。まずですね、まあ今話しました直系の学校っていうのは2つ学校がありまして、うん、まず1つ目、これがまあ日本の早稲田の付属校の最古になります。早大学院ですね。最古、狂ってるってことですか。違います、最古で、そっちの最古ではありません。 あの、はい、最も古いですね。もう140年ぐらいになるみたいできてから。おお、なるほど、うん、だからマジで本当早稲田大学と同じぐらいの歴史があるんですよね、うん、早稲田は何年。早稲田はね、僕が在学中にね、125周年記念とかあったんですよ、うん、なんか大隈重信が人間は気合出せば125歳まで生きられるって言ったみたいで、だからあと、あの大隈講堂の高さも、うん、その125っていうのは早稲田にとっては特別な数字で125尺なんですよ。そうなんですよ、早稲田大学とか、ね、ほぼ変わんない長さで、でまあ、ここ男子校です。このまず早大学院っていうのが一つ、うん、それから2つ目は埼玉県にある本庄、早大本庄ですね。ここまたすごくてですね、なんと、まあ、早稲田大学がその7億円寄付して、でまあ、総工費全部で100億円以上のお金をかけて、本庄早稲田駅っていう新幹線の駅があるんですよ。へー、すごいんですよね。僕はあの、自分が大学生の頃家庭教師してた子を早大本庄に2人入れてるんですけど、はい、雰囲気で言うといい意味で田舎、非常に通いやすそう、であそこに見学とか学祭とかに行くと、本当に行きたくなるようなね、いいのどかな雰囲気があるんですよね、うん、新幹線通学してる人もいるってこと。いないかもしれないけど、でもね、あの寮が結構いいんですよ、あそこ、はいはい、だからね、寮生結構多いみたいですね、はい、なるほど。で、まあ、このね、2つが直系 の、 あの学校で、学院が約450名、はい、そして本庄が約350名、
でこの2つの学校はどちらもほぼ全員が早稲田大学に進学します。そうなんですね。ただ内水っていうとみんななんかちょっと舐めてるかもしれないけど、はい、この2つの学校はマジで高校入試むずいです。あ、入試でだから本当にサピックスとかでも一番上のクラスとかにいるような連中がどっかんどっかん落ちますからね、うん、だからこれはね結構高校入試でむずいんですよね、うんうん、なるほど、うん、っていうまあ直系の学校が2つ、そして継続校が5つあります、うん、この5つが何かっていうとちょっと発表しますね、はい、まず実業、はい、実業、うん、そして野球とか、そう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 、斎藤くんとかあとあのほら清宮くんとか、はい、うん、であと摂陵大阪にありますね、うん、そして佐賀、あ、はいはい、うん、早稲田佐賀、チャンネル前にも言いましたね、はい、で早稲田渋谷シンガポールって謎の学校があるんですけど、渋谷シンガポール、あの、ね、早稲田でもないし渋谷でもないし、まあ、シンガポールなんですよ。でこれね、この渋谷っていうのは決して渋谷じゃないです。東京の細井先生とかの渋幕あるじゃないですか、はい、あそこの運営母体と早稲田大学が一緒にこう力を合わせて作ったってことで、渋谷教育学院とつながってるから、そう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 、それで早稲田渋谷 で場所はシンガポールにあるんですよ。で一番ねこう早稲田大学にとってはもう目の前にある、はい、高田の馬場にある早稲田高校ということですね、はい、まあ、この5つがだから本当早稲田大学の目の前にあるのに早稲田高校はあそこは継続校なんですよね、一応扱いとしてはね、うん、ここの後輩ね僕何人かいたんですよね、はい、空手にね、だからね結構ここは僕にとっては馴染みもあるというか、この5つが、継続校なんですね、はい、でまあ、この5つをね一つ一つちょっと紹介していきたいと思います。はい、はい、でまずね、まあ、何が直系と継続校は違うかっていうと、うん、早稲田大学には上がれるんだけど、うん、一つにはねいわゆる学部の振り割りがちゃんとバランスよく用意されてるかどうかってとこ、うん、例えばさっき発表した学院と本庄なんかはもう全学部にバランスよく枠が配分されてるんですよ。だからね選びやすいんですよね、うんうん、一方で早稲田実業とかは、はい、これね僕の先輩とかにもいたんだけど、ほとんどスポカってことですか。そんなことではないんですけど、だって俺スポカじゃねえし早稲田のいわゆる整形と法はね、はい、すっごく少ないらしい、へー、うん、で他の学部へみたいな感じなんだけど、ただ実業はほぼ全員がこれも同じようにこう早稲田大学には進学すると。あ、そうなんですね。だからね枠がねちょっと違うみたいなね、法と整形に行けないなんて、うん、看板はあんまりあんまいけないとか枠が少ないみたい、だいぶ、うん、それなんか早稲田実情みたいなね、実情みたいなことがあるんでしょうね野球ばっかやってるからじゃないですかそんなことないけど、もうひどい暴言、はい、でもここもね高校入試めっちゃむずいよ。あ、特にね数学がやばいむずくて、高校入試ってね、まあ、じゃあハンカチ王子とかもクリアしてたってことですか。知らんけど彼スポーツだから、いや彼スポーツだしさ、スポーツ推薦もある、うん、ちょっと話それちゃうんだけど、スポーツ推薦で僕がちょっと話したいのはサッカーのさ、うん、岡田監督じゃないですか、はい、彼早稲田出身なんですよ、うん、でサッカーのイメージだからスポーツ推薦でいたと思うじゃないですか、はい、彼はねなんと早稲田のキャンパスライフに憧れがあって、はい、スポーツじゃなくて一般入試で早稲田行ってるんですよ。確かねスポカじゃないんですよしかも、うん、あの確か整形学部なんですよ彼、うん、これで三勝鳴らし岡田すげーみたいな、そう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 、あの投げ銭待ってますよ投げ銭投げ銭っていうのは投げ銭っていうんだあれ、投げ銭、はい、っていうのがあってね、高校入試結構むずいんですよ。だから実業にしても本庄にしても学院にしても特に数学が一番むずいですね。これはもうみんな言ってた、もう上がってきた連中が、うん、数学で決まったって、うん、ちょっと話それちゃいましたけど、バランスのいい割り振りがなされてるかどうかってことと、あとは、まあ、ちょっとこの後お話しますけど、どれぐらいの人数が上がれるかってところも違うんですよね、はい、結構学校によって直系は全ほぼ全員上がれると、うん、で継続の中でも実業はほぼ全員上がれるんだけれども、うん、だけど整形法はちょっと少ないよみたいな枠がっていうようなところから始まりの、じゃあまずちょっと早稲田高校から話していきましょうかね。高田馬場の早稲田大学の目の前にあるんですけれども、ここは継続校なんですけど、この早稲田高校はまあ多分学歴中の人たちにとっては唯一認められる高校かもしれないですね。なんでかっていうと、ここの子たちバリバリのもう受験武道派です。なんでかっていうと、まずね、まあ、年間で大体人数がまあ300人ぐらいいるんですけど、学校に1学年なんだけど、ここの学校はなんと内部推薦枠がちゃんと用意されてるにもかかわらず余るんですよ。へー、あのね約 50% が早稲田大学に進学するんだけど、残り半分はバリバリの受験勉強で、はい、いわゆる2019年には東大に30人、はい、慶応にも46人とか言ってるんですよ。慶応にも、そうそうそう、へー、であとはまあ一橋とか東工大とかにも行ったりとか、やっぱり目の前で早稲田の大学生たちの集大を見るからか、うん、かもしれないですね、まあ、残りの半分どうなんだって話になってくるけど
あんな酔っ払ってみたいな、うん、酔っ払ってみたいな。でも酔っ払ってることの良さとか悪さ分かんのかな高校生にね。俺もああなりてえって思うのかな。どうなんですかね。思わないから、ね、思わないかな。早稲田にはいかんってなるのかな。で慶応に行って失敗して同じじゃねえか同じじゃねえかみたいなね。そう、まあそんなこともあって、だからこの人たちはね、まあ龍が如くで言うと本当にね、直系でないにもかかわらずバリバリの武闘派集団、龍が如くセブンで言うと殺しの荒川組ですね。全然わからん、わかんないかな。はい、そんなこんなで、まあだから本当ね、あの内部推薦枠あるんだけど、学校も本当にカリキュラムがもうバリバリの受験のカリキュラムなんですよね。なるほど、うん、っていうことです。じゃあ次に早稲田実業行きましょうかね、はい、早稲田実業は年間の生徒数が約350人から400人ぐらいです、うん、ほぼ全員が早稲田大学に進学します、はい、うん、で、まあ、この学校はまあまあ一番素直な学校ですね、うん、その意味で言うとね、なんか結構学校のカリキュラムも本当に大学入試は全然意識しないです、うん、だからなんか本当ね、高校3年間で本当にのんびりと、まあのんびりっていう言い方悪いかもしれないけど、結構いろんなこう科学の実験とか、あとはその早稲田の国際教育学部とかとなんかこう一緒になって、こう英会話のプログラムみたいなのがあったりとか、あと理工学部になんかね行って実験させてもらったりとか、結構ね大学と一緒になってまあなんかいろんなことやってるみたいですね。うん、だからまあある意味実業がまあここも高校にすごいむずいんだけど、受かればまあまあさっきのこう直系と同じぐらいのんびりとこう大学に進学できるかなっていう印象はありますかね。で次に早稲田佐賀、はい、まあね、大隈重信の地元佐賀県に作りましたよっていう、まあ謎のね、あの早稲田佐賀っていうね、なんで佐賀ってよく言われるんだけど、そういうことなんですけど、あのここは結構ね、やっぱなんだかんだで九州の子たちが多いみたいです、まあ、確かにね、九州ってね、やっぱラサールと久留米附設が一番こうトップなんですよね、で他がまあ微妙にちょっとこうパッとしないというかね、だからまあ早稲田佐賀も結構行く人多いみたいなんですけど、この早稲田佐賀の特徴としては、まあ、どれぐらいの人が早稲田大学に行けるかっていうと、約 50%。 お、50%、うん、50%。この早稲田佐賀の入試なんですけど、入試の難易度はおおむねマーチの付属と同じぐらいっていう意見が多かった。おお、そうですね、うん、で実際東京から、まあ、早稲田に 50% の確率で行けるってこともあって、別の県からわざわざ佐賀の方に行くっていう人もちらほらいるみたいですね。うん、で早稲田佐賀の枠は主に 50% なんですけど、この 50% には理由があるんですよ、うん、なんかね、本当はもっと佐賀とか九州から行かせたいと思ってたみたいなんだけど、そもそも九州からやっぱいろんな事情があるじゃないですか、お金もかかるし、うん、九州の人ってあんまりそんなにお金持ちじゃないから、うん、だからあんまり九州から来る人がいないと、うん、結構やっぱり地元の国公立だったりとか医学部だったりとかに行っちゃうから、うん、だから 50% なんだっていうことになってるみたいですね、うん、そこで落ち着いたみたい、うん、まあ、この早稲田佐賀からも、でもまあ、ね、九州から 50% 来るってなかなかの数字だと思いますけどね、うん、で、残り2つ、早稲田渋谷シンガポール、はい、うん、謎のね、謎の慶応ニューヨーク校みたいなね、うん、みたいなね、本当、あるんですよ、そういうのが慶応ニューヨーク校、あ、でもまあなんかほら一つ足りてない、早稲田渋谷シンガポール、渋谷は使わないじゃん、ね、慶応ニューヨークだから、でもシンガポールとニューヨークでしょ、ニューヨークの勝ちだな、慶応ニューヨーク校の方がはるかに有名だから、まあ、まあまあここはじゃあ大人の対応しておきましょう、はい、あの早稲田渋谷シンガポールはこれはね、まあ、どこにあるかというと、まずシンガポールにあります、はい、で誰が行ってるかっていうと、シンガポール在住の日本人が行ってます、ほうほう、うん、まあ、シンガポールに住んでる日本人って時点でもう超金持ちなんですよね。そう、まあ、100人約生徒がいるんですけど、うん、その中でまあ約半数50人ぐらいが早稲田に行きますよっていうことらしいですね、うん、本当にもうお金持ち狙いですよね、うん、だからこのぐらいの人数でも成り立ってんだなっていう感じはしますよね。一学年100人ですからね。ほとんどどうですか、行くんですか、うん、半分、あ、半分か、うん、じゃあ50人、約50人、そうですね、うん、が行くっていうことなんですよね。まあね、でも結構興味ありますよね、シンガポールに住んでいる連中ってことですもんね。うん、日本の学校に通いたいんですかね。やっぱ向こうの学校に通わせるのはやっぱ日本で暮らさせたいんじゃないですか、親は親で。国際教養とかだったら、まあ、まだなんか分かりますけどね、うん、はい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 。で次に早稲田摂陵、はい、大阪ですね、はい、こちらは大阪の学校っていうこと、大阪にあるっていうこともあって、はい、まあまあ早稲田の一応ね継続校ではあるんですけれども、うん、なんと内水の枠がもう生徒の約上位 10% しか、はい、あのもらえない。おー、へー。でこの上位約 10% も結構ね選抜が厳しいんですよ、はい、高校3年間の成績だけじゃなくて、うん、この謎の内部模試っていうものがあったりとか、あと外部模試の成績とかも見られて、うん、でさらに志望理由書とかも見られて、
もう本当の優秀な上位 10% だけが内水枠として早稲田に行けますよっていうことにされてるから、本当まあここもね、こう精鋭部隊だけが行けるっていう感じなんですよね、うん、だいぶ違うんですね。だいぶもうさっきの直系と継続もいろいろあるんですよね。内部進学の人たちって面接とかあるんですか、試験？うん、ありますありますあります。面接やるんだ。あ、でもね、ちょっと待って、内部推薦はね、これも学校によったと思うんですよね。うん、そのまま素直にエスカレーターできたりもすれば、志望理由書の提出があったりとかね、なんかいろいろ書いてあったっていうことでした。まあでもこうやって見てみると、なかなかね、内水は怠けているみたいな感じで学歴中の人思うかもわかんないけど、結構頑張った連中とか選ばれし連中が大学にこう早稲田大学に入ってくるんだよっていうことがまあちょっと分かってもらえるんじゃないかなと、うん、多分この辺のね下りまで見ないでみんなコメント欄でコメント欄に書くのと思いますけど ねまあまあ僕が悪いわけじゃないから、はい、はい、でもまあ一般の人たちも頑張れば、うん、まだまだ枠はいっぱいあるわけだ、ね、だって一般入試の早稲田大学の合格枠は年間約1万1000人分あるんですよ、はい、うん、内水で上がってくる子たちの枠っていうのは大体合計で1500人ぐらいなんですよ、はい、年間。だからまあほんの一部なんで、うんうん、なるほど、じゃあまあ希望を持って、はい、頑張ってください。はい、ということでした。小林さんにお越しいただきありがとうございました。 Thank you watching